どうもこんにちは、まなです。今日は折り紙で服を作っていきたいと思います。イエーイ服を作るシリーズですで、前の動画、結構前の動画なんですけど、服じゃないですけど、晒しを作ってみたとか、あとはトイレットペーパーで服を作ってみた、あとアルミホイルで服を作ってみたとか、3種類くらいやったと思うんですけど、今回は折り紙でやっていきたいと思います。で、まあコメント欄に何だっけかな、サランラップでちょっと服を作ってみてくださいみたいなことが書いてあったんですよ。で、まあ実際やってみたんですけど、何周しても全然隠れないんでちょっとサランラップはダメでしたで、まあ今回使う折り紙なんですけど、こちら100均で買ってきました。で、これ180枚入りですね。この中に180枚入ってます。1、2、3、4、5、500、600、700、900枚ぐらいあるんですかね。あ、あと1個あれば1000バズルとか作れましたねでも皆さんって折り紙何作れますかいきなりなんですけど、私つるぐらいしか作れないんですよね。なんかあとはだまし舟とかよくありますよね。なんか小さい頃お母さんとかに作ってもらった覚えがありますちょっと試しにつる作ってみていいですか。作れるかな。なんか小さい頃作った覚えがあるんですけど、記憶にあれば多分作れると思うんですよ。ちょっと実際に作っていきたいと思います。つるちょっとどうだろう、作れるかな。完成しました。つる、なんか首がボキボキに折れてるでも作れましたよ。すごくないですか。名付けてまなちゃんズルじゃあこれを視聴者プレゼントしていきたいと思います。イエーイ。でもこれをもらった人は幸運が訪れますよそんな効果ないけどでもこれ絶対もらった人は多分ゴミ箱っぽいだと思うんですよでもこれゴミ箱に捨てた瞬間、あれですよ、災いが起こりますよまあいいや、全然違うよ。つる作るんじゃなくて、今日は服を作るんですよ。これで、まあこの両面テープを使って、まあペタ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 くっつけて服を早速作っていきます。やり方なんですけど、まあ普通に両面テープをこの、なんだろう、テーブルの上に端から端までやって、でその上にこう1枚ずつ折り紙を置いていきたいと思います。マナチャンズルはここに置いておきたいと思います。見守っててもらいたいと思いますいやでも、あの千バズルって本当に効果あるんですかね私思うんですよ。なんか昔、なんだっけ、小学校の時かな、なんかあのクラスの子供、クラスの子供ってなんだ
クラスメートが一人入園しちゃって、その人に向けて、なんだろう、千羽鶴をみんなで作ろうみたいな感じになって、千羽鶴を作ったことがあるんですよ。で、結構男子とかは、めんどくさーみたいな、そんな感じで言いながら作ったんですよ。なんで、あの千羽鶴じゃなくて、普通に1羽を、あのこう、なんだろう、思いを込めて作った方がちょっと効き目あるんじゃないかなって思ったんですよ、今私はなんかあれじゃないですか、普通にめんどくさいとか言いながら作るよりは、なんだろう、思いを込めて1匹作った方が絶対に効果はあるような気がするんですよ。じゃあ早速発掘したいと思います。でもこれ今回楽じゃないですか。なんかいつもはあれじゃないですか、なんか一番大変だったのがトイレットペーパーなんですよ。もう何回やってもあの破れちゃって本当に大変でしたよ、あれは。あとアルミホイルも結構大変でした。あのなんだろう、結構強くやっちゃうと穴が開いちゃうんで、じゃあ貼りますね。これちょっとカラフルにした方がいいですよね。結構薄くないですか、これ。薄いですよね、結構。大丈夫かなこれ結構どうだろう、大丈夫かな、ちょっと微妙ですね。まあいいや、ちょっと貼っていきます。よし、完璧です。じゃあこれをちょっと体に巻いていきたいと思います。じゃじゃーん、つけてみました。なんですけど、ちょっと乳首の部分が結構透けちゃって見えちゃうんで、ちょっとここだけもう 2,3 枚重ねたいと思います。じゃじゃーん、今度こそ完成しました。まあとりあえず一周してみます。こんな感じです。ここを3枚重ねにしました。ちょっと多分見えると思う、 1,2,3 枚にしました。なんでこれでもう絶対見えないと思います。でもこれめっちゃ楽でしたもう本当にアルミホイルとかと比べたらもうめっちゃ楽。ただあの両面テープに折り紙貼り付けただけですからねしかもこれは落ちる心配がないんで、テープなんでなんでめっちゃいいですこれじゃあ下も作っていきたいと思います。じゃあどうしよう、下はこう3枚ぐらい、こうスカートみたいにしていきたいと思います。こう3枚ぐらいにしてこんな感じでこう作っていきたいと思いますしました。どうしようこんな感じで完成しました。で、まあここは多分大事なとこなんで、ここの黒で隠しました。じゃあこれを早速下につけていきたいと思います。つけてみました。とりあえず一周してみます。こんな感じですこれめっちゃカラフルじゃないですか。で、私これ見て思ったんですよ、あの夜中2時とか3時頃
になんか放送停止だかなんかで、あのなんだろう、カラフルなやつがピーってずーっと流れてる時ってあるじゃないですか。なんかあれに似てないですか？多分分かる人には分かると思うんですけど、あれ似てるなって思ったんですよ私。あとこれちょっと見てくださいよ、これちょっとあのギリギリに貼ったんで、これ貼った時に開いちゃうっていう、こっちも結構ところどころ開いてるんですよ。やばいですよね。あ、でここがこの十字の部分、ここの十字の部分がちょうど大事な部分だったんで、ちょっと黒いのを貼りました。見えないように。でもこれ結構良くないですか？似合ってないですか私。なんかフラダンスとか踊ってそう、こうやって。これ結構いいと思うんですよね。ちょっと水には弱いですけど。折り紙なんで。まあこんな感じで服を作ってみたんですけど、まあ一番折り紙が楽で私的に好きでした。あのこのカラフルなのもめっちゃいいと思ったし、なんかめっちゃ好きです折り紙。あのアルミホイルとあとトイレットペーパーやったと思うんですよ昔。その時にまあ結構時間かかったんですよ。4時間ぐらいかかったかな、4時間ぐらいかかりましたね。でもうめっちゃ大変だったんですよ。なんですけど今回はめっちゃ楽でした。1時間半ぐらいでできたんで、もうほんと今日のなんだろう、この折り紙のやつは大成功だと思います。イエーイ。まあこれからもなんだろう、何々で服を作ってみたシリーズをちょっとやっていきたいと思うんで、まあ、もしなんかいいやつがあったらコメント欄にお願いします。じゃあ今日はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。バイバイ。